い、ということで今回もやっていきたいと思います。前回に引き続いて2日続きで雨やけん、株には水をやらなくても大丈夫な感じかな。あ、アイナちゃんおはよう。わお、ねえねえ、あたい最近思うんだけどさ、人のうちってそれぞれの個性があって面白いよね。わお、あ、そうだ、アイナパーしようよ。アイナパー、なにパーパーティーってこと？わからんけど、なにそれ。何って、そりゃパーティーだよ。パーティー、タコパー的な感じ。アイナちゃんちでパーティーするから、略してアイナパー。わお、略してるのか。アユパーとかでいいんじゃない。そういうことではないの。なんかすぐに、あれやな、条例とかがないんかな。なんかすぐにね、雑草が生えてくるんよね。毎日ちゃんと入り寄っても雑草が生えてくるんよね。そういうところ。あ、で、前回さ、結局別のことして、あれ？どっから上がるんや？こっちか。別のことして町に行ってないんやけど、一旦町に行って、また会員制どうのこうのっていうところ、話聞いて、戻ってきて、住人に声をかけてみよっか。はい、ってことで、町駅バス乗り場、バスでお出かけします。出かけます。うん、来た来た。てか今日も雷がめっちゃ鳴りよるね。はい、どうも。ね、なんか、カッペイさんさ、あれ何？松葉杖みたいなの持ってない？気のせいかな？なんなんやろ。よう、嬢ちゃん。今回はなんだ？ショッピングか？買い物してる時の女子っつうのは、ほんとタフだよな。休みなしで何時間店を渡り歩いて平気な顔だ。ま、そんなわがままに振り回されるのも男は楽しいんだけどよ。おっと、こんな話してたらもう街に到着だべ。早いね。歩き疲れたらオラを呼べだよ。駆けつけてお姫様抱っこしてやるからな。いや、いいです。バスに乗せてください。いや、でもほんと、え、なに？街に来たら晴れてるんだけど。あんな天気でそんな遠くまで来た？いや、女の子ってね、こう、ショッピングで歩きよって、結局、結果何にも買わんくってもさ、結構満足しとったりとかするけんね。びっくりよね。まあ私もなんやけど。私もなんですけど、そこは。あたい劇場とかあんまり行かないんだけど、ハマっちゃう人はいるみたい。劇場4回行くなら、あたいはそのお金をヘアサロンに使うけどね、みかん。100% ってあれか。語尾みかんなのか。で、ちょっと待って、こっちの。はい、ここ。おや、お客さんは当店の会員さんではありませんね。うちは信用第一でやらせてもらってまして、会員さん以外のご利用はお断りしてるんですわ。どなたか会員さんからの紹介状があれば、あなたにも入会していただけるんですけどね。その辺の人ではダメってことよね。なんか紹介状とかその辺の人書いてくれんか。やっぱ朝の街って爽やからな。今日は予定がいっぱい詰まってるから、チャキチャキ行動するぞ。どもども。どもども、かわいい。え、これで街に戻って、誰かに紹介状書いてもらえばいいんかな？ちょ、帰ろう？ん？コンクね？あ、なるほどね。バス乗り場の、看板を調べんといかんわけやね。帰ります。ザーザーぶりのアユの村へ。ごめんね、速攻で呼び戻して。でも、超自由の利くバスやね。タクシー並みに自由の利くバスやね。そういうもんなん。もう雨降りよるよ。よう、嬢ちゃん。どうだった？街は賑わったらか？まあ賑やかやったよ。そういえば、オラ街を歩いてるといつも思うんだけどよ。最近の若い奴らって細っこいよな。ちゃんと飯食ってんだべか？どっちかっつうと、おなごはちょっとくらい丸い方が可愛いと思うけんど。ま、おめも無理にダイエットはやめとけよな。よーし、ほれ、もうすぐ稲丸に到着するだぞ。栄養のあるもんいっぱい食って、しっかり疲れを取ってくんろ。ありがとう、カッペイさん。お、何気に。なんかバスの中の広告に本間さん映っとったんやけど。はい、到着。到着する瞬間見よったらめっちゃすごいスピードで入ってきよるよね。あー、まだほら、
雷雨だわ。これで村の住人に話をすればいいんかな。こう、あっこに行ってすぐじゃないと誰も対応してくれんみたいな。だってね、前回というか、前にあっこで話聞いてきた後に、でもすぐに話しても誰も何も言ってなかった気がするけど、すぐじゃなかったんかな。他に何か用事をした後だったか。お邪魔します。どうも、たもつ。アイヌちゃん、遊びに来てくれたの？ようこそ、うひょ。うひょ、うひょ。あ、アイヌちゃん、気をつけてね、うひょ。僕んちこの間、雨漏りしてたんだ。とりあえず直したんだけど、またどっかが雨漏りするかも、うひょ。大丈夫？直しなよ。今日は誰か珍しい人が遊びに来たりしないかな？アイヌちゃん、暇そうな友達がいたら連れてきてよ、うひょ。それは通信的な話ですかね？てか、結局あれなんだな。君は会員ではないってことかな。どういう人が会員になるの？セレブっぽい人とか？別にそういうの関係ないんかな。何系住人じゃないとダメみたいな。だって、あれやん。全然、誰もあの店の話せんやん。こっちの方に誰か。おう？住人が家にいないぞ。どこへ行った？あれなんよね、今度さ、集まり出るときにはさ、こう、マップ上に、キャラクターの位置も示していただきたいよね。今、この辺りにいます的な。だって家だけ表示されとってもさ、全然わからんやん。ねえ、タンタン。タンタンは会員？こんなに降ったらせっかくのお洋服がびしょびしょになっちゃう。ねえ、アイナちゃん。あたいとあんたって似てるかな？同じ村の人ってなんか雰囲気とか似てきちゃうらしいよ。見た目こんなに違ってても、あんたとあたいはやっぱりアユナ顔なんだって。アユナ顔やって。まあ私はアユナですからね。ってことは外から来るお店屋さんとかお客さんもいろんな村の代表じゃん。わー、それってなんだか面白いね。わお。確かにまあ。この村に出入りしてるお店屋さんたちは一体どこの出身なのかな？あたい、それが気になって最近寝不足気味だよ、ファオ。そんなこと気にせずに寝な。ねえ、誰が会員なの？紹介状は誰が書いてくれるの？そこが気になるんだけど。何かしら条件があるのかしら。よいな、ゆっくりしてけよな、なんちて。そういえばさ、この村にイベントの時だけ現れる人っているじゃん？あれってみんな村長の知り合いって噂だぞ。プロでも知り合いだったら金かけずに済むもんな。ほんと村長らしいや、なんちて。なるほど、そういう感じね。村長の知り合いって幅広いよな。あの人、昔一体何してたんだ？なんちて。それはよく知らないけれど。てか、バヤシコフってさ、なんか名前的にお金持ちそうやし、家の中もちょっと豪華な感じやけど。なんで、着てる服は、八番玉の服なの？飾ってる服に着替えた方が確実に良くない？あれは飾り用なんすかね？ちょっと誰が会員なのよ。誰も全然紹介状を書いてくれないんですけど。ね、カタツムリと思ってない？カタツムリ。カタツムリや。ほら。カタツムリとか私飛び盛りで見たことあったかな？あったかもしれんけど覚えてない。は。見て見て、カタツムリを捕まえた。エスカルゴ？エスカルゴ？エスカルゴじゃないよ。カタツムリだよ。エスカルゴとカタツムリって別やったよね。まあ、なんか一応食用カタツムリ的な感じでは、あるんやろうけど。どうも。カルマン、君は会員じゃない？弱いな、よく来たな、中年。なあ、いな、ちょいとくだらねえ質問に付き合ってほしいんだがよ。正直なところ、俺の今日の服装は年相応かい？ダルマン、そればっかり気にするね。どうしたの？若作り。やっぱりそうか、中年。素材の良さに惹かれて買ったら見たものの、形が若すぎてよ。いや、ごめん、ビシッと言ってもらえてよかったぜ、中年。
でも着替えないんだよね。着替えないんですよね。俺は服の素材にはこだわる方だが、形となるとさっぱりさっちゅうね。形で若作りとか、年がどうとかよくわからんけど、どういうこと？別にね、どんな形でも、どんな年代の人が来てもいいんじゃないでしょうか。あれってかさ、この、町のっていうか、村の中にいない村民たちは一体どこに行ってるの？買い物？町に出た、行ったりとかしてるの？なんかその辺がよくわからないんですけど。あ。てか、今のこの、時間は、時間というか、今日は誰も訪ねてきたりとかしてないんですかね。今のところうろつきよる限りでは誰もお客さんは来てないんだけど、門番さんに聞いてこよう。紹介状なんか晴れの日じゃないととかあるんかな。はい、私に何かご用でしょうか。変わったことは、あ、特に何も気がつきませんでした。あ、ごめんなさい、すいません。以後気をつけます。どうしたの？何なの？居眠りでもしてたの？別にそんなにビクビクしなくても。しかもね、この作品中では私は別に村長ではないので、そんなかしこまられなくても、ただの村民ですよ、私。あ、博物館とかに行っとったりするんかな？この、今見かけない子たちは。お、あんなところに、いつも名前を忘れる、誰だったかしら。誰だったかしらがいる。会員とかなってそうじゃない、ここ。どうも、ミランダ。あら、イナちゃん、お元気なにさ。雨の中を優雅にお散歩かしらなにさ。なに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 。ん？あら、アイナちゃん、ごめん遊ばせ。なんだか急に考え事の続きしちゃったみたいなにさ。なんだよ、特別なイベントかと思ったじゃねえか。ほんとやね、私ったら。一度考え事を始めちゃったらもうずっと気になっちゃって。何の考え事？そこは教えてくれないのね。なるほど。なるほど。てか、やっぱりあれなんよね。別に誰も紹介状を書いてくれるわけではない。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。どうも。多分これでもね、あさみさんと仲良くなったら何かがもらえるような気がするんだ。もらえるか。あれ？でもなんか、あの、大きいミシンないね。QR コード、QR コードじゃないわ。QR コードとかないか。あれなの？マイデザは自分、マイデザなのに？作れないの？大きに、またどうぞ。作れんのかな？そういうことか？ちょっとよくわからないけれど。カタツムリは寄贈するやつなんかな？何に分類されるん？虫？一応虫網で捕まえたけど、雨の日はカタツムリがいっぱいおるんやね。なんか、飛び森の方ではあんまりというか、民家ってやる気がするけど。あれ、さっきこの辺りにまたしても、あ、いた。ちょっと待って、これ絶対あれやろ。虫やろ。そ。はっ。やった。この葉虫を捕まえた、忍法この葉がくれ。さ。ん？あんなの住んでたっけ？住んでた？ライオン。ジフータくん、起きて起きて。グーゴ。は。うわ、申し訳ない。私、夜型のもので、昼間はどうも眠たく、あ、見て、奥とか、これ下に映っとるさ、このステンドグラスの、なんかめっちゃ、雷で色が濃くなる。あ、カタツムリもやっぱり寄贈できるんやね。ちょ、待って、カーソルが出てこないんですけど。助けてー。いつもね、一瞬出てきて消えるんよね。はい、カタツムリ。ほほう、カタツムリですね。
いえ、このままで結構です。カゴのもんで。カタツムリも怖いの？虫なのか、カタツムリは。勘違いしている方が多いので一つ言っておきますけど、カタツムリの殻を取ってもナメクジにはなりませんよ。殻を無理やり取ろうとすると中身が出てきちゃいます。あー、想像しちゃった。気持ち悪いよ。あれ、なんか殻の中でちゃんと体巻かれとるっていうよね。へえ、気持ち悪い。まあそれはさておき、どうもありがとうございました。ちゃんと飼育いたしますので、その点はご安心ください。でも確かに小学生ぐらいの時には殻取ったらナメクジになると思っとった。でも取ろうと思ったことはないけどね。なんかかわいそうな気がするけん。あれって殻くっついとんかな、中に入ってるだけじゃなくて。ヤドカリみたいにさ、こう殻を移っていくとかそういうことはないんかな。あ、でもね、体巻いとんやったらあれか、出てきたりとかせんか。いやー、殻が割れたカタツムリとか見たことないけど、なんかね、不気味そうやね。はい、コノハムシ。どんな虫でもダメなんやね。まあ、私もやけど、直接触りたくない。コノハムシというのは葉っぱに変身して身を守っているわけですが、でも食べるのは葉っぱなんですよね。あ、そうなんや。え、あの、なんか、間違えて味方というか仲間を食べたりとかは。共食い？まあ、それはさておき。ちょっと待って、さておかないで、そこ教えてよ。そこ教えてよ。あれかな？ってことは、やっぱり、共食いをすることがあるっていうことなんだろうか。ありそうな感じするよね、そういうの。自分らでもわからんのかな？いつもお客さんおらんね。たまにはお客さんおるかなと思ってんやけど。どうもどうも、マスター。また寝てる。寝るの早くね。めっちゃ早くね。あ、で、ちょっと。どうも。あ、はじめまして。やっぱはじめましてよね。おいら今度ここに引っ越してきたリックって言うんだ。お前は、アユな？まさにアイナ村って感じの名前だな。うん、よね。早いとここの村に馴染めるように頑張るから、応援よろしくな。ははは。さっきアデレードってやつに挨拶したけど、あいついいやつだな。アデレード可愛いでしょ？お前は、アイナだったな。よろしくな。ははは。目の前で名前忘れないでね。どこに引っ越してきたの、リック。これはたぬき商店やね。あ、これもしかして。あ、違う。これ違うね。人の家やね。ここ誰の家？こんなとこに家あった？引っ越してきた？来たの？何を見てわからない？まだ越してきたばかりでバタバタして大変なの。先に言っとくけど、新聞なら取らないわよ。私、ニュースはニュースチャンネルで間に合ってますから。ってあなた、よく見たら新聞の勧誘って感じはないわね、りゅん。じゃあ、わざわざ挨拶に来てくれたってわけ？ふふん、優しいのね。私、エレフィン。出身は秘密にしておくわ、うん。過去は振り返らないから。何、かっこいいな。アイナ村のみんなとはいい関係でやっていくつもり。よろしくね、りゅん。エレフィンはあれだな、ポケモリでよく見るな。今日は一日中こんな調子でバタバタしてると思うの。遊びに来るんだったらまた明日にしてもらえるかしら、りゅん。了解。ってことは今日はあれか。大きい動物が2匹やってきたんだね。ま、今日っていうか、リックはもっと違う時に来たのか？外におるしすでに。なんでこんな、あんな狭いところに立てたんやろ。なんか、ねえ、出口から出てきたらめっちゃ、速攻で崖から落ちそうじゃない？てか、何人まで引っ越してくるの？二人引っ越してきたってことよね。十人まで？シャレじゃないけど。シャレではないんだけど。今何人おるんやろ？ちょ、待って、どこで見れるの？それは。これか？あ、地図。え、違う。地図で、今、1、2、3、4、5、6、7、8。あ、8人なんか今おるの。ってことは、あと2人来れるの？ 10 人やとしたら。どうなんやろ？来るんかな？
ってことは最初6人しかおらんかったんか。なるほどね。その辺のなんか数とかも全然確認してなかったの。え、新しくまだ来るんやったらめっちゃ楽しみにワクワクして待つわ、私。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。新住人とか来て、まあ、よかったんだけども、町外れにあるお店は、紹介状とかっていうのは別に関係ないの？誰かがくれるわけではない？何かしら他の条件とかがあって開くんかな、そのうち。謎。